第七章、宝蘭にもいろいろありますが、金を使ったとか女遊びをしたとか。平次は誘いを入れました。いや、そんなことはありません。せがれは身持ちの良すぎる方で、喧嘩や博打をやるそうな柄でもなし、足にも見当はつきませんが。平次はぐいぐいと突っ込みますが、主人庄司三郎兵衛はもじもじして容易に打ち明けそうもありません。それじゃあ若旦那に聞くが、あの小窓から何を覗いていたんです？荒壁にはめ込んだ小さい小窓、百姓屋の万年床の寝部屋にはよくある図ですが、高くて小さくて明かり取り以外には役に立ちそうもありません。若旦那の弥三郎は踏み台をしてその窓から覗いているところを目の早い平次に発見されたのです。何でもありません。うちになんか騒ぎがあったと聞いて、つい覗く気になりました。弥三郎はようやく口を開くのでした。こんな小さい窓から覗いたところでうち中見れるわけでもあるねえが。平次は横槍を入れました。でもお先が怪我をしたという噂でしたから。お先が怪我をしようとどうしようと、お前の知ったことじゃないだろう。主人の庄司三郎兵衛は初めてせがれの弥三郎に口を聞きました。それもひどく激しい口調で、ご主人、あっしにも大抵のことは分かりましたよ。平次はいきなり妙なことを言うのです。新しい堂の縁は狭くはあるが清潔で、暗記店に見張られながら調べを進めるのもなかなかに変わった気持ちです。三郎兵衛はつくづくせがれ弥三郎のみすぼらしさを眺めながら、黙って平次の話を促しました。若旦那が下女のお先と仲が良くなったのが感動のもとじゃありませんか？いや、弁解なさることはね、道楽や勝負事の果てからこんなに落ち果てた風になるはずはね。いい男の若旦那を立て引こうというのが、男も女もことを書かねえはず。庄司家の心象が後ろ盾になっているから、少し元を入れても損のしっこはね。二十歳代のいい男が、この真昼に寝部屋の小窓から下女の部屋を覗くのは分かっているじゃありませんか。若旦那は下女のお先の体を案じて、そんな恥ずかしいことをなすったんだ。ねえ、若旦那。そうでしょう。安心なさるがいい。お先はかんざしかなんかで目をつかれたけれど、くせ者はよっぽど慌てたと見えて、上まぶたをけがしただけ。目には触りやねえ。ありがとうございます、親分。それを聞いて、私も安心いたしました。若旦那の弥三郎は、それがよっぽど嬉しかったらしく、心から平次にお辞儀をするのです。しようがないやつだ。お前はもう帰れ。好きなところへとっとと失せろ。三郎兵衛は、せがれの屈辱的な態度がひどく気になるらしく、平次の思惑を構わずに叱り飛ばすのです。待ってください、ご主人。若旦那にはまだ足の用事があります。ねえ、若旦那。打ち明けて言ってください。これは大事のことだ。人間の目玉いくつにも関わる上に、何万両というダイヤにも関わります。若旦那はあのお先とかいう娘と何か約束をなすったことでしょう。末は夫婦とかなんとかよくあることで、それやあの子はとんだいい娘じゃありませんか。水仕事などに忙しくて顔形を繕う暇もないらしく、いかにも生まれた生地のままで、それにおしろいも紅も知らぬ肌は小麦色を通り越して赤黒い方に近く、いかにもみすぼらしい娘です。その清潔さと気むくな純情らしさは非凡です。そんなに油をかけないでくださいよ。あれは下女に雇った水飲み百姓の娘だし、それに血筋もよくありません。せがれの嫁などととんでもないことで、年季が明けさえすればこの三月にはお嫁元に返します。三郎兵衛はもってのほかの景色でした。大家のせがれの嫁に水飲み百姓の娘の下女上がりなどとは、当時の常識では考えられない釣り合いです。これは他の話ですがね、ご主人。はいはい。主人は込み上げる怒りを紛らして答えました。ご先祖の庄司陣内様は江戸の吉原という日本一の盛り場を開きましたな。ええ、それはもう隠れもないことで。
三郎兵衛は自慢らしくうなずくのです。若旦那が女遊びに身を打ち込むとか花魁を受け出して安易にされたというならご主人はあんまりお小言も言わなかったでしょうね。それはもう申すまでもありません。世間には例のないことではなく、一概に女郎と申すと安くなりますが、花魁となると見識の高いものでございます。分けても入山形の二つ星とか昼山の太夫とか申すのは大名高家のお相手もいたします。現に私は江戸の吉原の向こうを張ってお城の裏鬼門に目黒の盛り場を開こうとしているくらいで、せめてせがれが青拍子の化け物のようになる代わりに、物の道理や遊びのいきさつまで心得て私の相談相手になってほしいと望んでおります。こうまで歪められた人生観は平時の下では一朝一夕にどうすることもできません。第八章。江戸の遊女崇拝の思想がこうまで根強く浸透していたのです。その頃の文学も美術も音楽も遊女崇拝から出発して、遊女崇拝の思想が一般の人の心の中に貧乏ゆるぎもしない土台を据え、女遊びをしない者は物のわからないやつであり、牧年人であり、馬鹿でさえありました。このわけのわからぬ主人に思い知らせてやりたいのは腹いっぱいですが、千万円を費やしたところで飲み込めるはずはなく、百人に許した唇もどんな罪悪の因子を持っているかもしれない血筋も花魁という名で浄化される単純至極な考えようには平時も逆らいようはありません。現にこういう三郎兵衛の女房のおてるも全身を洗えば体を売った女に違いはなく、夫の三郎兵衛が腹の底から花魁崇拝でせがれをまでもその道徳で律しようとするのは手のつけようのないお収支みたいなものです。平次は諦めました。諦めると引き上げるほかはありませんが、この次に狙われるのは明らかです。それを知りながらこの遊女崇拝の愚かしきボスを見捨てるのは日頃の平次の気性では許されないことです。あれから誰かこの正殿堂の中へ入りましたか。気を変えて平次は尋ねました。いや、誰も入らなかったはずだ。私は毎日一度は覗くが、扉を開いて帳を開けて換気店様の額の夜行の石が無事なことを確かめると、そのまま元の通りにして戻ってくる。三郎兵衛の答えには何の疑念を挟む余地もありません。鍵は一つしかありません。こんな大事な場所は代わりの鍵を用意するのが本当ですが、そんなことをすると亡くなす心配もあるわけで、私の流儀で鍵は一つ私の腰につけております。まさか鍵を抱いて寝るわけじゃねえでしょうな。夜分は枕元に置きます。庄司三郎兵衛は自分の注意に落ち度があるなどとは夢にも思っていない様子です。ところがご主人、この3日の間に誰か道内へ入っていろいろの細工をしているのはどういうわけでしょう。そんなはずはありません。鍵は私の腰に。思いちげえということがあります。ご主人、お酒の方は。平次は飲む真似をしてみせました。少しはやりますが、前後不覚になるほど飲んだことはなく、それに私は目ざとい方で、枕元に置いた鍵を盗まれて知らずにいるなんてそんなことはありません。夜中に起きることがありますか。私も女房も一二度は上手に起きますが、それもお互いにわかるわけで、そっと相手に知らさずに起き出すなどということは考えられません。三郎兵衛はしかと言い切ります。おかみのおてるさんに盗む見込みのない鍵を外から入った盗賊が主人の枕元からそっと取って正殿堂を開け、また元のところへ返しておくなどということは全く考えられないことです。その上、鍵から目を離したことがなく、夜中に目を覚ましても必ず鍵を確かに見定めます。この通り大きい札を根付け代わりにつけてありますから、
亡くなったのを気がつかずにいるはずもありません。三郎兵衛は腰を探って帯に挟んだ木の札を抜きました。3センチ幅に長さはその2倍半もある頑丈な杉の札で、札の先には麻紐で大きい正殿堂の海老城の鍵が結んであるのです。それはよくわかりますが、この傷をどう見ますご主人。平次は換気店の南帯の方の額を指さしました。額にはめた夜光石のはめ込んだ根のあたりはひどく荒らされて、にわか塗りか知らねえが、玉を止めたものがこの通り粉のように床の上にこぼれています。3日前にはこんなことはなかった。それから3日の間に昼か夜かともかくも泥棒が忍び込んで、タガネかなんかで夜光の玉をえぐり取ろうとした。玉はなかなかよくついている上、台座にはめ込んであるので容易には取れねえ。なるほど。強情な三郎兵衛もこれは承認しないわけにはまいりません。くせ者は中におります。油断しちゃいけません。やけになると本当に人の目をつぶしかねません。ついてはご主人に折り入っての相談だが、身内の者で力になる用心棒が一人欲しいと思いませんか。この次に狙われるのはお嬢さんの目でなきゃご主人の目に決まっています。そんな物騒なことを。いや、これは間違いもねえことです。この太刀の悪いくせ者の尻尾をつかむまで八五郎をここへ止めておいちゃくださいませんか。人間は少し甘口だが、さっきもご覧の通り力はありますよ。どうせあっしゃ甘口ですよ。ち、面白くもねえ。目黒組んだりまで来てバカを吹聴されちゃせやねえ。あれ、聞こえたか八。我慢しなよ。用心棒があんまり賢いことがわかるとくせ者は用心して寄りつかねえ。ありがてえ幸せで。芝居だっておめえバカのふりしているくれえの人間はみんないい男で知恵者だ。一条大蔵卿が聞いて呆れら。みんなは笑いながら正殿堂の外に出ました。主人は解放されたように母屋に帰り、せがれの弥三郎は軽く黙礼してどこかへ行こうとするのを平次は呼び止めました。ちょいっと待ってくださいよ弥三郎さん。はい、なんかご用で。弥三郎はおどおどしながら立ち止まります。なんとしてもみすぼらしい風体です。余計なことを聞くようだが、しばらく身を寄せる親類か知り合いはありませんか。庄司の一人息子という肩書きを振り回せば、ただで食わせようとする人も、立て引こうという人も、大きで吐くほどあるはずです。それをしないのは、人がいいのか強情なのか、平時でも見当はつきません。最初のうちは随分世話をしてくれた人もありましたが、心がけが悪くて感動したせがれを世話するなら、出入りを差し止めると文句を言われて、親類も知己も手を引いてしまいました。今ではこの通り。まことにおはうちからした姿です。ちょうどいい。仕事がなくって困るなら、しばらくの間この平時に雇われて働いちゃくれませんか。と言っても若旦那を下っ引きにするわけじゃねえ。八五郎は母屋に泊めますから、若旦那は外にいてよっぴてうちの周りを見張ってください。夜中に誰がうちへ来るか、正殿堂へ忍んで入るか、それが分かりさえすりゃいいんで。くせ者を捕まえて取っ組み合いなんかもってのほかで、若旦那一人で手が回らなかったら、友達とかなんとか懇意な者の一人ぐらいはあるでしょう。そりゃあります。遊佐の歌吉、評判は良くないが、そんな悪い人間じゃございません。手代わりにその歌吉とやらを頼んでください。妹のお育さんの目の玉を助けようと思ったら、あの目の玉は換気店のダイヤよりも大事ですよ。あんな正直で情け深くって可愛らしい目をあっしも見たことはねえ。その通りですよ。やぶん。八五郎はどこからか相槌を打ちます。それにお先の敵も打ってやりて、目は無事だったがあの傷は生涯残るかもしれねえ。おやぶん、分かったよ。おめえさんの心持ちは、おいらんや女郎より田舎娘の方が癒やしいと思う父親があっちゃ、若旦那も骨が折れるだろう。辛抱なさるがいい。若旦那の弥三郎は
後に心を残して去るのです。もう寝部屋の小窓からお先の容体を覗く勢いもありません。